住子太郎でございます。今日もですね、どこに来てるかって言ったら、あら、今日も来ました。吉永川ハイウェイオアシスの中にある、定食屋さん、つむぎさんに来ております。で、こないだ、その、鶏の、なんだったっけ、スペアリブとかを食べた後に、なんだったっけ、次何食べたらいいんだっていうことをレジの時に聞いたら、あら、鶏天丼がいいですよということで、鶏天丼なるものを頼んで、今から出てくるのを待つというところでございますので、はい、鶏天丼っていうのがどういうものかって言ったら、まあ、メニューを見てみようかね、うん、メニュー見ずに頼んじゃったんだ適当だよね。ね、写真がある、あ、これだ、これだ、多分これを頼んだんだと思う。なので、それが出てくるまでっていうのはどういうことかって言ったら、こんなもんがあります。はい、ちゃんとノンアルコールですよ、ね、はい。なので、ノンアルコールビール飲みながらですね、まあ、だらだらと喋って、その後の鶏天丼をかっこむと、そういう映像になるんじゃないかなというところでございます。はい、ではいただきます。ねえ、もうノンアルコールビールが市民権を得て、もう私の中でもですね、あ、こういうものはこういうものでありかなというところで、うん、落ち着いちゃってですね、まあこれでも満足できるようになったっていうところが偉いね、うん、なので、どんなもんが出てくるのかなって思いながらもですね、ノンアルコールビールっていうのはビールの味がするんだけど全然酔わないもんだからスイスイ飲めちゃうっていうのが、うん、まあいいところでもあり問題点でもあるっていう感じでの、吉野川ハイウェイオアシスっていうところはどういうところかって言ったら、土産物屋さんがあり、で食堂があって、ラーメン屋さんも確かあるんだよ、うん、ラーメン屋さんも今度行ってみようねでコンビニかなんかもあったりして、で、四国全土 その四国4県のお土産物が買えると、うん、でなおかつ、同日だったかな、限定では美味しい、カプチーノが飲めるとか、あと、ベトナム風ハンダそうめんが食べられたりとかっていうところで、なかなかですね、来たら来たで、半日ぐらいは潰せるんじゃないのっていうところなので、皆さんもですね、まあ、徳島県に来ることがあれば、この吉野川ハイウェイオアシスっていうのは一応押さえといた方がいいのかもしれないっていう、そういうところでございます。はい、あ、そういや、オールフリー飲んでるのはいいけどさ、なんかおつまみかなんか頼むの忘れちゃったねたくあんかなんかあればよかったんだけどねまあいいか、そのまま飲んじゃえなんか来る前にもう一杯って感じだね、こりゃペース的には。あっちゅう間になくなっちゃったね。あ、すみませんもう一杯もらえますか。はい、というわけで来る前に一杯飲んじゃったっていう、なんともだらしない話でございますってやつで、今日画面見たら、うん、あら、びっくり、うん、551人に増えておりましたというところでございます。で、今日午前中何してたかって言ったら、なんかね、とあるビジネスサークルが、ビジネスサークルっていうか、なんか商売をやってる人たちが、なんかいろいろ交流、異業種交流会みたいなのを Zoom っていうのでやるっていうのを参加して、ほんでそれを見学して、うん、ああなるほどね、世の中にはこんな寄り合いがあるのね、なんていうことを思ったりなんかするっていう、そんなところもあったりなんかするわけですよ、うん、偉いね、たまにはおつもを使うこともやってるっていうこと、うん、ただそこの拠点っていうのが
まあ、参加してらっしゃる方がその名古屋の人ば名古屋っていうか中京地区の人ばっかりだったんで、うん、どうも直接的な交流っていうのかなが取れないっていうこともあったんだけども、あどうもすみません、あ鳥天丼が来た。はいはい、ありがとうございます。はい、以上でございます。はい、はい、ありがとうです。さて、ちょっと来たので撮ってみようかね、どんなものが届いたかっていうの。オレオレ、こんな感じ。ちゃんと撮れてるのかな、これで。ほんで、これパカッと開けてみようぜ。よいしょ。あ、赤だしだ。湯気立ってる。こんな感じ。とまあこんな感じのものが届いたというので、うん、早速いただいてみましょう。はい。いや改めましていただきますと、なんか鶏天丼っていうから、うん、阿波踊りなんだけれども、阿波踊りっていうのは何かって言ったら徳島県名産のその地鶏であるっていうところ、うん、そこの地鶏を使っての天丼っていうところだね、うん、そこの説明をはしょっちゃったね今。甘辛のっぽいかな、どうなんだろう。うん、あ、上には大根おろしも乗ってるんだ。あ、当たり。揚げたてのサクサクの鶏肉の天ぷらがご飯の上に乗っかってて、甘辛いタレがのっかかってて、で大根おろしと三つ葉が乗ってるっていう、そんな感じですよ。言った、うん、言ったらそのままだ。2杯目頼んでよかったって感じだね。こうなってくるとこのつむぎさんの鶏に関するメニューっていうのを全攻略していこうって、そういう気持ちになってきてる今。鶏天丼当たりです、これ。
ビールの方がいいんだけどね、ビール風じゃなくって。本当に揚げたてが乗っかっちゃってるから熱いの。というわけで、今日はですね、吉野川廃栄オアシスの中にある、食堂屋さん、つむぎさんから食べていったのは鶏天丼でした。はい、ということで皆さんまた次の動画でお会いしましょう。シャバドゥビアバシャバドゥビアダバダバッタ。